本日もご覧いただきまして誠にありがとうございます。チャンネル登録並びに、チャンネルご視聴者の皆様、いつもありがとうございます。本日はですね、寝台は RM3032 ですね。これの30センチロングパイプ。前半線がテクニブレード6ミリ、後半線がテクニブレード7ミリ、ローターより17センチ出しての作業になります。本日はですね、中盤線あたりで、リュウちゃんがわけのわからないことをちょろ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 お話をされておりますけどもですね、今までこんなこともあったよなというようなですね、お話をされておりますけども、本日も30センチロングパイプ、エンジン全開でエンジンが耐えられるのか、バリバリ回ってくれるのかというところがですね、また見どころだと思いますので、よろしくお願いいたします。では本日もよろしくお願いいたします。やはり一人作業は辛いものがありますね。移動してポールを持って、よいしょ。よいしょ。よいしょ。このくらいかな。よいしょ。よいしょ。よいしょ。あそこのポールのとこまで一旦一気に行きます。ナイロン構造が持つかな。よいしょ。2、4、6。6本。よっしゃー。よいしょ。運が良ければ向こうのポールまで交換なしで行けそうな気がするんですけど、途中になんか木やら竹やら潜り込んでいたような気がしますね。よいしょー。どうだ。よっしゃー。一気に行くぞー。頑張ってちょうよ。よっしゃ。Oh.
いいですね、会長ですね。ローターより7ミリ、17センチですね。やはり RM、寝台は RM3032 ですね。30センチロングパイプ。本日はローターより17センチでしたね。17センチ出して作業いたしましたけども、ちょっと抵抗はあるけども、まあそこまではないというような感じですね。
よいしょ。では、機械を積んで前の方に移動いたします。よいしょ、今ここは、ここまでがですね、あんまりそんなひどくなかったけども、これから先がちょっと、うっすらあって、その先からが、ちょっとボーボーですね。エンジンがバンバン回りきればいいですけどですね。ここは、ま、日当たりが良くないのか、道路の脇の方は、糊が張って、この直旅だったらずっと行きますよね。イノシシは穴掘り放題ですね。おお、涼しいですね、風が。鹿児島弁で言えば、なんとはならんねえ、この涼しさは、ってな、感じですね。ああ、おしおし。よっしゃよっしゃここの軽いところを過ぎたらまた移動いたします。その先がちょっとバーっとしてますので。ここをちょっと先まで行って、車を前に移動いたします。よいしょ。よーだ。よっしゃ。頑張りまーす。Oh, my God.
今まで以上に調子がいいですね。やはり7ミリを17センチ、ローターから17センチ出してるせいなのか、長持ちがしますね。回転が天井までバーッと吹き上がるまでがやっぱり17センチだから、一時使えますね。最高ですね。よいしょ。この辺でいいかな。もうちょい行くか。よいしょ。よいしょ。今日は草刈り日和ですね。ちょっとムッとしますけど。日が照らん分がいいですね。後方1キロぐらいの後から掃除班が追っかけて来よる。間に合わんですね。まだハスクバーナーじゃないからいいですね。これがハスクバーナーだったらもう今頃は塔の先に行ってますけどね。よいしょ。今日はちょっと燃料をケチるかと思ってですね。ハスクバーナーだったら約1リットルぐらい入りますから、ごろいといきますよね。へえ、じゃあ。今日は、寝台は RM3032 が頑張ってくれてますけどですね。うちなんかはもう、チェーンソーとか、草刈りとか、畑を、ロータリーをかけたりとかする、もうそれが楽しみでですね。
もう他はもうやり尽くして楽しみはないですね。もう車道楽も、最初がリンカーンコンチネンタルのマーク5だったかな。ボンネットの上でこう大の字になって寝れるようなボンネットショットですね、あれは。もうそれに乗ったらもう国産車に乗れんようになったですよね。それから今度はちょろちょろっと国産に、ローレルですね。ローレの SGX やったかな。あれに乗ってみたり、ハコスカに乗ってみたり、ケンメリーに乗ってみたりですね。それから、こっちに帰ってきて、センチュリーとかですね。センチュリーはもう今な3台乗り潰したのかな、乗り潰したというか3台乗り換えたのかな。それと、一番良かったのはやはり、リムジンですね。カデラックのリムジンですね。まあ、それはさすがに自分で運転しては乗らんかったですけどね。運転手って乗りましたけど。その時がちょうどカデラックのリムジンとですね、ショートリムジンですね。あれも同時に持っとったですよね。ショートリムジン、カデラックの普通のリムジンですね。あれと、一時は、ボディーガードもしょったでしょ。ボディーガードをすればですね、食堂に、りゅうちゃん、ご飯でも食べようか、って言ってですね、食堂に行くわけですよね。食堂に行ったらですね、やっぱりチームがおるからですね。そのチームの中に一人、すぐ厨房に走っていって、親子丼っていうわけですよね。もうお決まりですよね。親子丼。それにですね、水に氷をいっぱい、パイでかき混ぜても、なんていうんですか、飲めない状態ですよね。冷たくて。それを、まあ、ボディーガードをする対象者がおればですね、背中を向けて、その、ギンギンに冷えたやつを、親子丼の中に入れるわけですよね。だから親子丼の中には汁は入ってるわけですよね。親子丼の具の表面は入ってるけど、中はもう白ご飯ですよね。それにも、そのギンギンに冷えた、氷水をガーって入れて、囲むわけですよね。それでもう二チームいるから、すぐ変わらないからわけですよね。それでもう二チームとすぐ変わって、その日なんかもやっぱりギンギンに冷えた氷水をですね、入れて、囲んで。それで対象者がもう、食べ終わる前にはもううちの四人のチーム、まあ合計五人いるんですけどね、四人のチームが、すべて食べ終わって、二チームが外に出て、二チームは中に残ってって。そういうのもしましたよね。その時だからもう噛まずに、お茶漬けよりひどいですよね。もうお茶漬けやいか、親子丼やいかないやかわけはわからんですよね。氷水でもギンギンに冷やした氷水をただぶち込んで、もう流し込むですね。流し込むというかもう飲み込むというかですね、味もないませんですよ、もう。それで、対象者の専務が、ありがとうございましたって、一人で30万ぐらいずつ別にポケットマネーを食い合ったりとかですね。そういうのもあったですよね。それもいろんなことをしましたよ。いろんなことをしたからこそ、いろんな世間様にご指導ができる部分もあったりとかですね。やはり、いろんな経験をした方には、かなわんですね。私なんかもいろんな経験しましたけども。あと、今、棺桶に足を半分入れてる状態ですよね。あと半分がこの、腕剣に残ってる。片足半分はもう、棺桶に今、足が半分ぐらいこう、入っとるような感じですね。だから今、なんていうんですかね。ここで、パタッと倒れて、生き絶えても、未練が残ってる、なんもないですね。ただ、まだ子供が、年の割には子供が小さいから、それがですね、
まあ、大奥様が若いからですね。まだ40ちょろっとじゃなかったですけど、また私の年もわからんかったのに、また言われそうですけど、40ちょっとですよ。ただまあ、私は今、まあ、あと1年、2年後にぽっくりと言っても、まだ奥さんが、大奥様が若いからですね。子供はちゃんと大きくなる。今日も一人家庭に来てますよ。パパ、一応まあ60回ってますけど、一応パパって言われてるんですけどね。パパ一緒に行って草を取ろうかとかですね。今1キロぐらい後ろから追っかけてきてますけどですね。あまり無駄話をしているとまた奥様に怒られますから、頑張って作業を始めます。ボディーガードは面白かったですけど、ご飯が美味しくなかったですね。よいしょー。まあ、親子丼に、ギンギンに冷えた、氷水を通り過ぎたやつですね。もう凍る寸前っていうんじゃないかなっていうぐらいのやつを、親子丼に入れて、食べおる頃はもう地獄やったですね。胃薬とも交互に、食べて、対象者を送り届けて、それからこんなもう、胃薬ですよね、真っ先に。あの頃も楽しかったですけど、今も楽しいですよ。よいしょ。よいしょ。では、頑張ります。と言ったら、なんかコードがおかしいな。短いな。よいしょ。今日はなんか余計な話ばっかりするが、コードが短いのかも、変えたのかもわからんかったですね。よいしょ。
よっしゃー。よいしょ。本日もご覧いただきまして誠にありがとうございました。本日もですね、303に元気よくエンジン全開で、バリバリ回しましたけども、何の異常もございませんでした。すごくいい機械ですね。寝台は RM3032。これは普通は標準パイプなんですけどですね、これを標準パイプを外して30センチのロングパイプをエンジンにつけたという形ですね。これは簡単に言う、改造になりますので、仮に専門店から、新品を購入して、保証期間が1年とか5年とか、まあありますけどもですね、それはもうすでにそのシャフトを外して30センチロングパイプをつけた時点で保証は効きません。ですので、ただの違法な改造です。ですので、新品を買ったら説明書を読んでですね、この機械にはナイロンコードであれば 2.4 ミリまで対応可能とかといろんなのが書いてあります。その部分を注意をして読んでください。それを、読まずに折って5ミリをつけたの、7ミリをつけたの、私みたいにですね、バンバン来て故障したがないことやろうかいと思っていっても、保証は効きません。ただの改造ですから。販売店から買った時点はいいですよ、まだ。保証はついてます。それをシャフトを抜いてシャフトを変えた時点で、違法な改造になります。まあ、車の世界で言えば、いい車を買って車高を落として、あなたの車は車検は通りませんよというのと同じです。ですので、腹をくくってですね、私みたいに腹をくくって、いけるかいけないか、結果としては OK ですね。ですので、取扱説明書をよく読まれてですね、この機械はナイロンコードであれば、適正コードが 2.4 ミリ以内で使用してくださいとかという注意書きが書いてあります。それを見落として、コード大きいのを使ったりとか、チップ層ではなくて変なああいうのをつけたりとかして壊れた場合ですね。エンジン、まあ、クラッチが焼き付いてしまったな、何後やろかいとか。前に重たいのをつけたら、それはもうやっぱり当然クラッチは焼けるわけですね。ですので、心配な方は取扱説明書をちゃんと読んで、チップ層であれば255mm まで、255というタイプをつけてください。CC の小さいやつであれば、233だったかな ?235 だったかな、わからん。ちょっと忘れました。チップ層でも大きい刃と小さい刃があります。大きい刃はやっぱりその 26cc とかいろいろありますけど、小さい刃になると 20cc とか 23cc は小さいチップ層の方を使ってくださいというのはちゃんと明記してありますので、それを守らずに新品をこた、わけはわからんにつけて回したけども、エンジンが無用しすぎて焼き付いてしまったとか、なれば保証対象外になりますので、注意をしてくださいね。私みたいに一か八かの特攻精神でいけば、ただ運が良くてバンバン回っているなというだけのことですので、そこは注意をしてくださいね。周りの方がシャフトを変えてバンバン回っちゃう、なおなおも、シャフトを変えてバンバン回そうかってなれば、故障したときには、保証の対象外になりますからね。
そこは十分注意してください。まあ、今のところ、あんだけ何キロも30センチロングパイプ、7ミリ、6ミリを使用してバンバン回しましたけども、何の異常もないということですね。結果的には、簡単には結果オーライということですね。やってしまったけども、よかったな、という、ただの結果です。正式にちゃんとして、お使い、機械を使いたいという方は、説明書をピシャッと読んで、その説明書通りにしとけば、バッチリ保証は効きますよ、ということですね。ただし、その保証部分がどこなのかというのは、明記してあるのかしてないのか私はもうわからんですけどですね。だからまあそのあたりをご注意くださいみたい。それと最後にですね、ボディーガードの親子丼の件ですね。多分なんか質問で来そうな気がするんですよね。なぜ親子丼にそのわざわざ氷水を冷たいのを入れてかっこまんないかんとですかという少し疑問な部分が出てくるんじゃないかなと思いまして説明しておきます。対象の方が、対象者がですね、食事をされたらいかがですかと言われれば、いや、飯はパンということはできませんので、ご飯は食べます。お守りしながらですね。5人1チームですから、2人が先食べます。1人は、そういう厨房に行ったりとか、乱入したり、段取りですね。2人は、見張り番ですね。それで、最初の2人。対象の方がですね、これは美味しいなーって食べていらっしゃるけども、私なんかも同じように、ああ、美味しいですねーってゆっくり食べちゃう暇なかったですよね。対象者の方が、食事が終わった場合はもう出らんねえかんからですね。あとの二人の人は飯は食わんのかということですよね。だから、冷たい、まあ水、このぐらいの簡単に言えばビールの大ジョッキーですね。あれよりももう一回り大きいのとか、ビールの大ジョッキーみたいなのを二つ三つ準備して、その中に水を入れて氷を入れて、バンバン回すわけですね。そうするともう氷が溶けてなくなる寸前あたりになればもう飲んがならん状態ですよね。ってことは親子丼を頼んで、店側はほっかほっかの親子丼を食べてもらわない感じでも普通通りに作るわけですよね。ただし、最後の汁ですね。親子丼の汁をさ、あれはかけんどってくれということですね。あれをかけてしまうともう水が入らんからですね。だから親子丼の具の上だけはパラッとかけてありますよね。あったかいご飯の上に、親子丼の具はパラパラって乗ってるわけです。でも中はただの白ご飯でちょっと具の汁がちょっとテラテラっと染みてるぐらいですね。あとはもうほとんど白ご飯っていう。それを冷ますためですね。もうバンバンかっこんでもやけどもせん、熱くもない。ただ、その、冷たいかぬるいかのそのあたりの部分で流し込む。それで、まあ、どのくらいですかね。もう、味わってる暇はないですから。バンバンかっこんで、次のチームと変わらないかもですよね。次のチームと変わって、次のチームも対象者の方が、まあ、簡単に言えばですよ。半分行ったか行かんか、食事が半分食べたか食べんかぐらいの時にはもう変わって、かっこんで、対象者がもう、簡単に言えば3分の2味わって食べていることはもうすべて全員食べ終わって、次の行動に移らない感じですね。ですので、冷たい水をぶっかけて流し込んで食べるということですね。だから対象者の方が一人で味わってゆっくり食べているときには、4名ないし5名がすべて食事が終わっとかないかんということですね。まあ正確に言えば対象者の方が半分ぐらい食べる頃には、4、5人の人間が親子丼を全部食べ終わって、口をパパパッと拭いて、次の行動に移らないかんという。それでお守りせんないかということですね。3032がすごく活躍してくださいましたので、本日は皆様にいろんなことを、わけのわからんことを初耳な方もいらっしゃるだろうけども、まあ、敬語とかですね、なんかその偉そうな言葉を喋ってますけど、私はボディーガードだったです、ということですね。
それも命をかけたボディーガード。お給料をもらっているボディーガードの違いはこの辺だろうということですね。以上で本日もありがとうございました。また次回もよろしくお願いいたします。また頑張ります。本日もリュウちゃんの田舎暮らしをご覧いただきまして誠にありがとうございました。よろしければリュウちゃんの田舎暮らしチャンネル登録もお願い申し上げます。